やっぱり偽れへんなと今すごい思ってるんですけどね。なんか先週までやっぱり世間がこうみんなウキウキしててね、ゴールデンウィークモードでね、楽しい、あの外国に今年は何万人行きましたって言ってね、言ってますね、言ってましたけどね、言ってますね。まあ結局同じようなね、毎日でしたね。ゴールデン、ね、ゴールデンって何がゴールデンなんやって普通やないかいっていうね、うん、いつからゴールデンウィークって言われてるのね。そう、あとなんかよく最近週末でもなんやらスペシャルフライデーとかね、何かできました、できましたね、そういうね、あの一緒、毎日一緒じゃないですかっていうあのまあそんなみんな楽しんではるんですかね、そのスペシャルなスペシャルなゴールデンウィークとかスペシャルフライデーとかで楽しんでるんですかね。ね、まあそんなに、でもいつかすごく楽しみたいですよね。いつかすごくね、ものすごくものすごくね、え本当ですよ、ね、えどうやって楽しんだら楽しみましょうか ね、 ねえ、でもそういう日が絶対来てほしいですよね。来てほしいですね、うん、なんでなんで来ないんでしょうね。なんで来ないんですかうん、おかしいじゃん、そうそうそう、おかしいですね、おかしい、おかしい、なぜ来ないゴールデンウィーク、なぜ来ない、私たちのゴールデンウィークですか、なぜ来ないスペシャルフライデー、うんうん、ねえ、ちょっと考えなきませんね、うん、どうしたらいいのか、うん、いや、そやな、そう、もう出て行き、いや絶対実家の決心して出ていく、出ていく、出ていく、出ていくしかない。決心してね。置、うん、き手紙ですか、これは。置き手紙。そうじゃなく。ああ、でもそれぐらいしないと。ああ。ダメかもしれないですね。一週間。ね。考えてんね。ね。広がる一方で、現実が目の前にあり、でもまた夢は広がる。広がる、また夢は広がる。広げときましょうか、ね。そうですね。うん、いやだってね、広げないとね、ね。ですよね。ですね。